はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。ペリズマイ様、ペリツマ様、ヒカルヒカル様、小川様、みゆき様、横田様、武蔵の親父様、のりお様、さとこ様、高田様、高島様、まずゆき様、永田様、みゆき様、平様、直国様、陽一様、鈴代様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度も何度もご支援いただきまして、誠に誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。川口の30代日本人女性なんですけれども、これ産経記事なんですけれども、中学生ぐらいの外国人が携帯をいじりながらトラックを運転している。改造車が昼間から走り回り、タイヤを急回転させ白煙を上げている。外国人の暴走行為や迷惑行為などで怖い思いをしても、テレビや新聞でほとんど報道されない。まるで自分たち地域住民は存在しないかのよう、小さい子供がおり、通学路が心配で仕方がない。この問題を SNS で訴えるとすぐにヘイトだと罵られる。普通に生活しているだけなのに安心して暮らせない。気の毒ですね。本当にね。クルド人の迷惑行為は報道されない。私らは無視されている。日本人は無視されている。マスゴミに、いうことなんですけれどもね。ひでえ話だなっていう話。川口生まれの人もいるのにね。世論です。新潮によれば強引なナンパがすごいらしいな。日本人、地域住民の人権は無視ですか？自由移民党。はい。まあ、自民党のことだろうな。自由移民党。嫌なら引っ越せば、じゃなくて、後から来たやつが出ていくのが筋。こんな声にはヘイトのレッテルを貼って攻撃するメディア。擁護派は強制できていると言い張っている。迷惑行為を擁護して一般人に我慢を強いるのは間違っている。これからはマスコミの悪行暴露と解体が進む。外国人受け入れに積極的だった川口市長は国に泣きを入れた。外国人を差別する日本人と差別されるかわいそうなクルド人という設定。川口市長は人民日報日本版の表紙になるぐらい媚び中。そうだったんだ。奥の木。あの野郎。日本人を追い出して被害者面。この30代女性と周囲の人はマスコミの正体に気がついたでしょうね。そしてそれは不可逆的ですね。一度失った信頼は二度と戻りませんよ。こっち側に来たな、この女性もな、いう話、であります。埼玉県警発表、埼玉県内の犯罪、自動車泥棒1位、川口市。車上狙い1位、川口市。ひったくり1位、川口市。これ一番人口が多いね。埼玉市じゃないところがね。埼玉市人口130万人。川口市60万人台じゃなかったっけな。倍ぐらい違うのに、川口市の方が、こういうね、雑で荒っぽい犯罪が多いって、どういうことだろうか、話なんですけどね。こういう現実に被害が出てますよね。政治家も行政もなかなか動いてくれない。なんてこの方はおっしゃってましたけど、動くどころか、トルコ政府はクルド人を弾圧している、などというですね、真っ赤な嘘でクルド人を擁護している和田政宗、とかね、自民党は和田政宗除名しないとやばいよ、これ。トルコ政府から突き上げくらい。問題を訴えるとヘイトと叩かれる。昨日の共同通信もそうだったんですけれども、SNS 上にたくさんおるでしょう。何でもね、ヘイトとか、ネトウヨで乗り切ろうってバカな連中がね、浜野マサゴのようにいっぱいいますよね。何でもネトウヨ。何でもヘイト。って言えばいいかと思って。合法滞在者や永住者だったらね、送還を猶予されてる不法滞在者が日本人に迷惑かけてたらですね、外国人全体の評判が悪くなって肩身が狭くなったら行儀よくしろよって、外国人排斥運動が起きたらどうすんだ、むしろクルド人をたしなめるっていうか、クルド人を怒りつけるっていうか、クルド人を批判しますよね。現にフィフィさんとかそういうスタンスでしょうが、
あの人合法滞在者でしょ、永住者かどうかは知りませんけれども、共同通信はじめとするですね、マスゴミと SNS にいるバカのあの合法滞在者や永住者はですね、クルドを擁護するために日本人の罵ってんだから全くの逆やってんですよね。バカが天元突破してんな、思いますけれども、バカが天元突破、お前らは合法滞在者はクルド人をたしなめないといけない、行儀よく知る、外国人全体が敵視されるどうすんだ、それをやらないで、あの日本人罵ってんだから全くの逆やってんですよね。本当どうしようもないバカどもだな。共同通信の中にも永住者とかいると思うんですけど、それがあれでしょ、必死で擁護してんでしょ、昨日の、記事みたいにね。法務省、不法滞在者が地域社会に溶け込み、その子供が長期間教育を受けている場合は在留を認める方向で検討、ガイドライン見直しだって、はぁーって感じなんですけども、って感じなんですけど、世論です。入管法改正の時に今回限りの在留特別許可とか言ってたのに、ありましたね、クルド人140人バカし子供とその親、特別に在留資格を認める、日本で生まれたからみたいな理由つけてね、不法滞在者の出産が激増する、子供作ったもん勝ちとか意味わからん、不法滞在の犯罪者が地域社会に溶け込むとは、親が地域に溶け込みって抽象的な基準を誰がどう判断するんだ、法を司る法務省がこれじゃあ社会に溶け込んでいれば不法滞在でもいいっておかしくないか、ごね毒海毒を助長するだけ、試験ですね、地域に溶け込みって誰がどんな基準で判断すんだそんなのって、子供がね長期間教育を受けて、長期間って一体何年なんだって、明確な基準あんのか、例えば10年以上とか決まってんのか、これでますますですね、産んだら勝ちとかですね、子連れで来日&在留期限切れでも居座り可能になっちゃいますね、子供学校に通わしてね、この人は頭おかしいですね、特別在留資格協会とか作って甘くだれればそれでいいとか思ってないか、法務省、難民申請が2回までになってですね、送還猶予期間が最大4年程度に短縮されました、今までみたいに20年も嫌がるんでそういうことできなくなったんですけど、その4年の間に必死に子供作ろうとするでしょうね、これね、新潮によればですね、川口で強引なナンパ被害がすごいらしいんですけど、車に連れ込まれそうになった、女子高生とかね、強姦してでも子供産ませるって虎視眈々と日本人女性をが狙われそう、襲われそうだ、日本の役所はですね、不法滞在者の婚姻届は受理しない方向にしないとね、不法滞在者が結婚ふざけんなっつって突き返さないとさ、今でさえさ貧困が善良で稼げてて10年程度日本に滞在してる、だったら永住権あげちゃおうってバーゲンセールやってんだからさ、やってんだからさ、で永住権もらえると、生活保護もらえる権利もついてくんですよ、そしたらね10年間一生懸命働いて、あとは永住権もらった途端に、ああ鬱になったとか言って適当に心療内科通って生活保護くださいって言うことも可能なわけよ、今でさえダメなのに法務省もっとひどくしようとしてるよね。その他のニュース、日英伊共同開発戦闘機の輸出先選定を公明党が妨害、国民への生活が不十分とかごねてるんだって、イギリスとイタリア俺らだけで決めていいか、外交問題になってました。いくら説明してもですね、国民に、中国共産党の犬の公明党はまだ不十分って言うに決まってんだから、自民党はですね次の衆院選で激減失礼しました、激減してですね、
自公だけじゃ過半数足りねえ、維新も引き込まないと過半数いかないって、なると、あの公明党の影響力が今よりは減っていいかもしんないですね。もうダメでしょ公明党、ダメでしょ、全然全くいいとこ一つもないよね。昨年の原爆期8月6日広島記念公園近くで広島市職員を転倒させた件で反戦平和を訴える団体に参加していた中核派5名を2月28日に逮捕、アジト7カ所を家宅捜索と、家宅捜索、逮捕までずいぶん時間かかってっけようですけど、なんでなんすかこれ、反戦平和を訴えながら暴力振るっていうのはあのパヨの伝統ですね。球場ナイフと表現の自由タックルで検索してみてください。パヨのあの反戦平和はですね、結局は要するに日本人は黙って殺されてるっていう意味であります。で、あのパヨの平和活動、平和運動はですね、結局はあの防衛妨害活動、日本人は黙って殺されてる活動ということで、オスプレイ反対したりするのはそのあの典型ですよね。毎日新聞の酒造ゆいって記者がですね、クソ記事を垂れ流したサキシルというクソメディアは今頃どうしているのだろうかと投稿してしまい、サキシルがどういう意味だ、公開質問状を毎日に送付、毎日新聞、毎日新聞社として謝罪します、当該投稿は削除します、社内でどういう処分が下されたかは不明であります。共同のウイローみたいにお咎めなしだったのかな。サキシルのあのどんな記事が尺に触ったのか知らないんですけど、どうせパヨに都合悪い記事だったんでしょうね。この酒造って記者、毎日新聞は使いにくくなったね。これでね、干されっといいんですけどね。自民党の広瀬めぐみ参院議員57歳。カナダ人サックスプレイヤーと、歌舞伎町のホテルでお泊まりデート。サックスプレイヤー。プレイするのはサックスだけじゃなかったみたいな。赤ベンツでホテルから国会に直行したことを週刊新潮に補足されてしまう。57歳でも生命力旺盛ですね。気持ち悪、生草。加納姉妹もそのぐらいじゃなかったでしたっけ、年齢。外国人にはですね、あの日本人の年齢がわからないみたいなんで、あの57歳でもですね、30代に見えてる可能性ありますね、あのカナダ人にとっては。若く見える違う。奄美大島で駆除が進められてきたマングース。今年9月に根絶宣言が出る見込みであります。ハブを退治してもらおうと、マングースを島に持ち込みました。外から。で、ハブと戦ってくれるはずだったのが、ハブとは戦わずに、天然記念物の奄美の黒ウサギを襲って、奄美の黒ウサギの数が激減してしまいました。2000年から駆除開始、24年かけて根絶と、今年、勝手な理屈で連れてこられてですね、勝手な理屈で駆除されて、気の毒ですね、マングースね。役人が考えたことを、だいたい計画通りいかねえんだよって話ですね。韓国ドラマの制作本数がたった1年で160本から30本に激減。自称、世界の人々の心をわしづかみにし、地球規模でヒット作を連発している、韓国ドラマなのに、なぜ？なぜなんだ？ネットではですね、記憶喪失成分が足りないのでは。なんかすぐ記憶喪失なんだって。なんかすぐ記憶喪失なんだって。どれもこれも、もっともっと DV 描写を、DV だんなって、どのドラマもどれもこれも玉残しの話ばっかり、演技が大げさ、大声ばっかり、疲れる、役とはいえ気違いしか出てこない。不愉快、熱心な批評が ありました、寄せられておりました。バンク、これ政府のなんかブランド向上委員会みたいな、とこですね、のゴリ押しねじ込み工作予算が尽きたんでしょうかね。
世界の心の人をわしづかみしているドラマだったらそんな減るわけねえじゃんって話なんですけど、ああおかしい、まあ見たことはないですけどね、冬ソナから何から含めて私あの1分以上韓国ドラマ見た記憶が経験がありませんから何とも言えないんですけど、まあまあこれのあの批評を見る限りはですね、DV ばっかり、記憶喪失ばっかり、玉残しばっかり、みたいですね。大声ばっかり、大げさ、嘘大げさ紛らわしいってのありましたけど、それなのかな。ただですね、ドラマの作りが昭和なんで、団塊世代には人気あるらしいんですけどね。よくわかんないですけど。まあ、古くせえ、あれなんでしょう。展開なんでしょう。というわけで、メール党員さん大募集であります。メール党員さんになってもらうには、動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。